か、はい、そうなんですけど、はい、偉い人をここがーここがー椅子の時には、はい、すぐ着地する膝あー、膝の結構ここそれがもうあはい、こんにちは、ドリブルクリエイターのシュンデです。今日はノアフットサルステージ横浜店さんにお邪魔して撮らせていただきます。はい、で今日はコラボしてくださる方がいます。ダブルタッチの鬼の石井さんです。拍手。こんにちは、はじめまして。ダブルタッチめちゃめちゃうまいんですけど、今日はダブルタッチじゃないです。教えてもらう。おいしい。いただきありがとうございます、はい、株式さん。はい、じゃあそしたら早速、やっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ動画の方に行きましょう。動画の方へどうぞ。今回やっていくのはダブルエラスコ。クロスエラスコ。クロスです。ダブルじゃないです、ダブルタッチとちょっと混ざっちゃったクロスエラスコです。はい、じゃあちょっと一回見てみましょう。まあ、エラスコ、こういうエラスコがあったんですけど、クロスエラスコは逆エラスコあるんです。はい、逆エラスコを、はい、今見ましたけど、逆エラスコを、逆エラスコをやる前に一歩、足を前に引っ込む。まあ、ロランジーニが使ってた技なんですけど、はい、まあ、いろんなやり方があって、僕はこうちょっとボールの勢いを使ってこれ足出ないっすね。ここを取っていくやり方とか、こんな動画とかで、左足でこう引っ張って取っていく人も、それは多分人それぞれのやり方かなと思うんですけど、すごい大事なのは、エラッシュも逆エラッシュもクロスエラッシュも。あのボリュームどこで、ね、ボールを取れたらコントロールできるか。あ、これどれですか。あ、エラシコはアウトがいいやつ。アウト。まあ、これも多分人それぞれで、まあ、インアウトの方がやりやすいんですけど、まあ、アウトインだけど、僕の場合は押し目だけで変えたいからナイス。そう、その速さを出すためにやっぱりこの膝の振りと、あとは左足の左、ああ、本当に指で、そう、指でボールを引っ張って、あ、もうほら、押し入れパッと体を見せた瞬間にディフェンスがこっちに行くから、その瞬間に逆がついて、まあ、これはやらしくない。その原理で、はい、親指で触るんだけど、触る始めの時に膝ぐらいに、あー、膝、そう、ボトルがもう動かす、このタッチで、あ、膝から動く、そう、最初の練習の時は、で、触るのは親指、あー、で、触るのは親指、なるほど、あ、手を突き出して、弾くイメージ。そうです。弾く。で、ボールは絶対こっちに抜けないように。あ、そう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 。これなんかね、ボールの中心っていうよりも、この外側を触ると、外側を触ってあげるともう、はい、こうなんていうかな。なるほど。あの最短で、はい、もう一回親指が触れるんです。最短で。そのイメージで、それが垂れてる方が浮かしたりするんですけど、最短で触れるところでボールをこう投げたら、この辺か。そうそうそう、もう親指で投げちゃう。そうそうそう、ちょっとなんか触るのは多分、はい、2タッチ目が僕はアウトサイドになる。僕は最初にタッチした瞬間に瞬間に逆に向くようなイメージ、ずっと
面を触り続ける、うん、こう、こう入るんじゃなくて、はい、これが親指だとしたら、はい、側面を撫で続けるような、はい、こんなに大きく動くっていうのも小指が奥に行くせる、そう、奥に、あ、そうそうそう、ちょっと近かった、ボールの距離を変えた方がやりやすい、もうそのままでこういうのもあるんですけど、ボールの距離を変えてあげて、リズム的には今さあ、クロスコエラシコって言った。石さんに出てもらいました。言ってるよ。目合った瞬間も思った。クロスエラシコなんて、俺クロスコエラシコって言った。あー。SNS とも、概要欄に貼ってあるので、ぜひそちらの方を見てくれたら嬉しいです。はい。はい、また、ぜひ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。